歴史街道チャンネルへようこそ。案内人の西野です。今回は全国津々浦々よりかつて栄えた村と題しまして特集を編集しました。ここは大阪府唯一の村で最も人口が少ないという楠木正成公ゆかりの千早赤坂村です。かつて栄えた村は現在お年寄りだけの世帯であったりすることが多く、昨今のそうした一人暮らしのご家庭を狙った強盗事案に配慮して詳細な場所の明示は控えさせていただきます。視聴者様からの要望でナレーションは控えめにして映像と環境音 BGM でお送りします。
うん。